ちゃおちつみもちゃです。ブラックです。今回もですね、ウィニングレバープ2010やっていきたいと思うんですが、今回は、まあ、このね、レジェンドボックスドローで、まあ、絶対獲得しておきたい選手ですよ。このクライフ、この選手は、まあ、最近の OGTV だとユングベリー、使ってたりとかもするんですけど、この選手って、プレイスタイルが2列目飛び出しで、全部の能力とかもかなり、ね、強くて、もう特に言うことがない、まあ、ほぼほぼ、完璧。欠点がない。まあ、強いて言うんだったら、スキルでワンタッチシュートとかダブルタッチとかが欲しいなぐらい。レジェンドで言うと、レジェンドのクライフと、今いるこのキャンベル。うん、この2人は多分2020で一番使ったレジェンドオンラインで、はい、クライフの強さもしっかりした試合も載せて、あとフレマねで、まあ、クライフの強さ見ていけたらということで、ライサクもね絶対クライフ強いんで、いや強いですよ。ということでフレマいきましょう。さあ、ということで調子もうほんとね、レジェンド B 固定さらに後半8なんで、もうここら辺も一切ね、うん、心配することはないよーということで、なんだあれクライフ使ってんじゃん。俺はね、クライフじゃなくてちょっと変えます。え、もう一人の男だって、俺はクライフとベンチに、まあベンチにこの人入れてますっていうのを使います。あー、ザニオーロ。そうなんだね。なるほどね。だいたい俺はザニオーロが調子狂ったらクライフ。おいしゃおー、これ勝負作家ね。これ抜け出せ。まずい、出せ。なんか危ねえ。出ないな。今のタイミングが残ると思うんですけど。いや、今出したら1点だったな。ちょっと暗いのはあれだったんだけど、一瞬なんでね、結構抜け出すタイミング。大事みたいな。ここ打っちゃうんだよね。わかるー。ロナウドをさ、上げさせたところでこれあれおとりになってる。ザニオーロでズドーン、オロオロって感じ。相手がオロオロしちゃう。溜めてる。お、見せてくれや。え、おい、俺のスーパーなプレーがあった。今駆け引きが使ってあげましょう。来た。あー、みんなおし離して。おちょっとシュートが今逆だったな。オッケー。え、ちょっと待って、お前それヒデの誤算。おー、離して。オッケーオッケーオッケー。ボタ持ちあるよ、まだ。おお、勘弁して。くぅ、よし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 。やっぱね、蹴ってる量結構高いね。やっぱ、まあ、走ってるんで、まあ、こういう事故もね、まあ、狙いでいけるっていうか事故だね。いや、これさもうクリバリがさ、お前なんかハイパーヨーヨーみたいな動きしてたじゃん。あれね、2021はああいうのあんまなかったよ、 PSO。 そう、でも重いと分かんないよね。いや、終わったわ。そう、そう、メッシ、I am メッシ、サンキュー。サッカーの神様。トイレの神様はあの女の人なんだけど、サッカーの神様はメッシなんだよ。上村さん、ね、そう。え、すごいじゃん、すごいじゃない。いいじゃない。それでも、それでもいいじゃない。うわ、ビーラとビーラ。急いで見る。重い時ありがたいですよね。おい、おー、最初パーフェクト。これはピンポイント爆撃って感じだな。いや、これ暗いやっぱいいな。これはピンポ…あー、これトーレスだ。トーレス前入るんだよね。これトーレスの兄貴。さあ、しびれる展開。じゃあデニスのロー。ビリつく。取って。何死ねばんだそんなに。うわ、待って。ちょっと。あ、いやー。ここの抜き。完璧すぎるデニス。デニスがすげえや。デニスモロテファイヤーするやん。ピンポン倒れだす。これこれこれ。細かい。ね、匠ですね。匠の技。うん、これはいい勝負になってる、これ。いや、熱い。マジか。おお、お前らマジで真剣にやれよ、守備。いや、勘弁しろ。これやばいわ。謎のなんか多分あれが入ってるね。バカじゃないなにこれ。相当バカじゃない、これ。ついててねえもん。いやいや、俺のやつちゃんと崩してるけど。いや、何度もや。お前のはクソみたいな。何がしろ、お前。勘弁しろし、ほんとに。流れに行くわ、これ。まずいな、これ。サイド行くな、お前。
まずいっちゃ。おい、でけえ子やすな、お前。でけえ子やすな、俺の役目やんじゃん、お前。なにゃーいとか言って、お前、のぶてえ子出してんの。なんや、お前。いや、これさ、アプリであんまないよね、サイド行ってさ。変なペース。これさ、これ PSO みたいなことしたなと思って、自分でやって自分で笑っちゃった。これ多分ね、アプリだとあんまああいうサイド行ってみたいないんだけど。めちゃめちゃ笑っちゃった今。はあ、おもれ。いやー、ちょっとね、クソみたいなプレイ生まれたね。いやー、笑っちゃったよ。しけてる、これは最悪。あっちゃ、終わった。最後の展開ちょっと面白すぎたな。ツボ入っちゃったよ。しょうもないよ、あんなプレイしないじゃん普通。いやー、笑っちゃったよ。ちょっと待って、なんでこのゲージ入ってんだよ。痛がんな、お前。飯来い。ちょっと、そうそうそう、トラップでかいな、お前。おお、当てるねー。ひでとし邪魔だな。おお、これまずい、これまずい。ワンタッチパス、オッケー、いやお、いやー、いい試合だった。でも4対3めっちゃ接戦。ゴミーナイス。はい、ということでね、オンライン戦一戦ちょっと見ていこうかなと。相手の方も1500超えてる方だったんですけど、これはコズミとかそういう系。そうですね、あとなんかもう一人ガビロフだっけ、あのいたと思うんですけど、まああのやっぱクライフのね抜け出しっていうところで、まあ、ユングベルと違うのはユングベル無印になるんだけど、クライフのね位置取り AI がすごいね、やっぱ裏に抜ける意識がすごい高いよっていうところをね、うん、まあ、ぜひ見ていただきたいんですけど、ワンツーなくても走るよね。そうで、あとは本当に、まあ、これもね、うん、もうあの裏狙ってるんですけど、あとワンパをやっぱりそこで入れていくっていうので、あの軽さとかはやっぱりユングベリよりあのクライフの方がね、あのあるのかなっていう気はしますし、何よりもね、今作のやっぱり強いこの追い越してくる、ここね、うん、ワンタッチ入ってこれでね入ってくる。今のもホルラーに長い縦パス入れたんだけど、クライフがやっぱ上がってくるんで、うん、距離が近くなってそこでワンパでポンっていうのが生まれるんで、これがねやっぱクライフすごい強いところかな。このロブソンでワンパで、ロナウドですね、うん、でフライアンロブソンで、これねやっぱクライフ上がってきてるんですよ、あそこまで。そうだね、でここクライフ使ってあげてっていうところですね、ここちょっとリベンジに戻されたんですけど、うん、上がる意識はねあのすごいあるかなっていうところ。さあここキャンベルね奪って、ただその代わりスタミナが86なんで、替えの選手は結構いるよね。ガスケツはねやっぱ結構激しいかな。ここまで上がってきます、こんな感じで、ほら、うん、もうこれね体勢が多分整えばあの出るパスなんですけど、ちょっと体勢がねちょっとなんかあの向きがあんま良くなかったんであれなんですけど、こういうのがまあ本当クライフの主な使い方かな、うん、あとはやっぱり、ボールですね、細かいんですけど、これもねビエラに出してなんか線出てんだけど、うん、なんか追い越してきた誰かな、あれあのマルディーニかな、マルディーニに当たってると思うんですけど、そういうのがまあちょっとありますけど、やっぱ使っててね、まあ、あの一番 OMF で今作品は使ったんで、本当クライフの使用歴は長いよね。これももうほら裏抜け出しですね、すごい目に見えて分かりやすい、うん、でボールタッチパルマル、本当もう目に見えて、あ抜け出したねみたいな感じで分かるんで、うん、使いやすさはナンバーワン、使用感抜群という感じになっております。ここも当てる、クライフですね。ちょっと一回溜めて、ブライアン・ロブソン。でもクライフ。さクライフ。左足出し、左足も出せますね。で、ここも持って、出して、ブライアン・ロブソン。あ、来てますね。うん。ここも取られない、ブライアン・ロブソン。いやー、終わり。で、こっち。よいしょ。こういうのできます。だから、本当ワンツーなんかかけてないんですけど、うん、ブライアン・ロブソンも2列目なんで、かなりブライアン・ロブソンと相性いいかなって感じはしますね。あのロブソン持ってるのはザニオールとかね、 CM の方に、ああそうだね、あのハフェルス、ここもルーレット入れて当てる、ホルラン、ロブソン、ワンタッチパス、この素早いワンタッチパスからホルラン反転、ロブソン、クライフ、この加速ノン、うん、スピード瞬発あるんで一瞬のね、でボールコントロールとかもすごい高いんでグッと入ってチャンス、ここら辺も軽くね、リベルシーバーをもうほんと特になんかフェイントとかしなくても横にずらすだけでかわしてくるかなって思って、ちょっとね止まりましたね。まあ一応ねあのちょっと待ったという感じで、ちょっとここでね、まあ、あの切っちゃったっていう、
最後までまあねやってもいいと思うんですけれども、まあ本当だから使ってて思うのがですね、まあ本当使いやすい OMF で、多分ライサクもね、本当結構ドリブルがね多分しやすくなってる環境なんで、多分ね。そうだからおそらく多分クライフっていうのはね今 GP でゲットできるんで、うん、本当ここでゲットしていくのはね、俺たちはね本当ちなみに2018の時って本当クライフで出なくて、そうだね。10万以上かけても出なかったんですけど。10万かけたね。今は本当 GP でゲットできるんでね、あの余裕ある方はぜひですね狙っていただければいいんじゃない。もう本当取ってね損はないと思うんで。GP 使い時です。そう今GP 使いましょうといった感じです。この動画はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。としょーさらっぽー。